今回ですね、ママの母親とタムちゃんがママのね、お友達の、女友達の結婚式に代わりに出席してくれたじゃないですか、はい、でね、始まる時間が夕方の4時からで、はい、でまあママの母親は4時にちょうど行ったわけですよね、時間通りに、はい、そしたら誰もいない誰もいないっていうことは、時間通りベトナムの方っていうのは来ないんですか？いや、ちょっと伸びるですね。伸びる。はい。だって伸びるで思い出しましたけども、この間国際結婚をテーマにした番組、はい、あ、時間時間だと思ってでテレビつけたら「待てど暮らせど」始まらないわけですよ。うん、で約ね7分後にじゃじゃーんってやっとね番組が始まったって。そう日本だとね野球中継とかそういう延長で放送が遅れるとか場合によっては放送自体がなくなるっていうのもあるんですけど、うん、ベトナムは特に何もなく遅れるっていうのがあるんですか？はい、うん、そうですね。それ昔から、うん、まあそう前からあるんだ。はい、だそういうの見てちょっとびっくりしたなっていうか、これがベトナムなんだなっていうか、子供の頃からそういうなんかねテレビの放送が遅れるとかそういうのをやっちゃうと、まあね待ち合わせとか約束事でもねちょっとばかし遅れてもいいのかなみたいな、そういうなんか時間感覚が身についちゃうのかなっていうふうにね感じましたけどね、どう思います？ママはその人としてね時間に遅れるとか遅刻とかってどういうふうに思ってますか？まあちょっと嫌なんですけどね。あ、嫌だ。はい。で私もまあ嫌だか、大丈夫かって聞かれたら嫌だといえば嫌なんですけど、はい、ただその何が何でも遅刻する人間は良くないとか、うん、そうなんね思わないんですよ。うん、まあその人間なんでね、なんかヘマをしたりさ、うん、ちょっとね寝坊して、はい、で寝坊して学校の時間ちょっと遅れてしまうとか、うん、ね、会社行く時間遅れてしまうとか、人間誰しも一つや二つ失敗ってあるんですね、はい、で私のまあもう亡くなってしまったんですけどおじいちゃんがねいて、うん、まあおじいちゃんっていうのはまあ昔の人間ですから、はい、戦争を体験してるわけですよ、はい、でも戦争するためにね海兵のあれだったんですけども、それで船に乗って、まあ、戦いに行くみたいな戦争ですから、はい、ってなったんですけども、ちょうどねそのアメリカ軍と戦い で船にその何時に乗らないといけないみたいなのが決まってたんですけども、うん、たまたまうちのおじいちゃんは寝坊したんですよ。あ、そうですか。寝坊してで急いでその船に乗るために向かったんですけども、その船はもう行っちゃったんですね、はい、で仕方ないからじゃあもう君遅刻しても仕方ないな、まあ、多分怒られたとは思うんですけども、はい、別の船に乗ってまあ戦いに行ったんですけども、はい、その日いつも通り乗っていた船は爆撃されて、うん、全員死んでるんですね、でたまたまうちのおじいちゃんは遅刻をして別の船に乗ったんですけども、はい、まあその船もちょっとドカーンってやられたんですけども、はい、おじいちゃんはそのとっさにですね海飛び込んで、はい、で海飛び込んでもやっぱそこにね結構サメって知ってます？人食べるサメ、魚ね、はい、いるんですけど、それが泳いでる中も逃げてで生き残って、怖いね。だからおじいちゃんがそうやって生き残ったからこそ今自分がいるんですね。はい、でもしおじいちゃんがその時間にとても正確な人間でね、はい、そのまあ戦争で船にその、ね、いつも乗ってる船に、うん、戦艦ですよ、はい、乗るのに時間通り行って乗ってたらおじいちゃん死んでますから、私も生まれてなかったって。だそれを考えると何が何でも遅刻 しないでね時間通りやらないといけないっていうのは私全面的に賛成できなくなってるんですよね。やっぱそういうなんだろう、おじいちゃんが遅刻して寝坊したおかげで、はい、今自分は生まれてきてるんで、はい、だからねちょっとそれは考えさせられましたね、うん、どうですかママは今までの人生で遅刻せずに生きてきたみたいな感じですか？まあね、もし本当になんか大事ことあって、うん、もしみんなまず、うん、うち一人で遅刻はみんな怒る、うん、だけど、うん、もしなんていうかいいかな、釣りのことの、うん、おじいさんみたい、うん、おじいさんの場合はとてもラッキーだよ。ラッキー、そう、うん、ラッキーだし、うん、だから運ってあるんだなと思いましたね。そうですね、うん、ただその見えない運、うん、だからなんだろう、芸能人のテレビに出てる芸能人の方でも、はい、あなたはなんでね今たくさんテレビに出演が出て、はい、まあそういうのを日本だと売れてるみたいな言い方するんですけど、はい、なんでそうなったと思いますかみたいな質問で、実力だ、自分の力でやったんじゃないって、運だねっていう人がね結構多かったりしますよね。だから私とママが、まあ、インターネットで出会って、はい、今こうしているっていうのもある意味運じゃないですか。だってね、はい、そのインターネットで出会いを求めてる男女っていうのはたくさんいたわけですよ。そうですね。でママにしても私にしても、まあ、何人かと初めは連絡のやり取りをしてたわけじゃないですか。そうです、うん、でそれがだんだん一人に絞られてって、うん、で私はもうママだけになって、はい、でママは私だけになってこうやり取りをしてったわけでしょ、うん、そうですね。でしかもちょうど私がそのインターネットとこうやろうっていうふうにもしね決めずに過ごしてたら、今こうしてベトナムにねいるっていうこともなかったわけですよ、うん、でママのお腹に赤ちゃんがいたっていうこともなかったわけでしょ。そうですね。だからそう考えると、だから運っていうか運命っていうか、なんかその私たちが見えないところで何か働いているっていうのあるんじゃないかなって感じましたよね。今ママの赤ちゃん、お腹にいる赤ちゃん蹴ったんですか？うん、そうですね、蹴ったんですよ。あ、じゃあ多分ね、私たちの子供もそうだそうだみたいな言ってるかもしれないんですけどね。だからまあ私が言いたいのは、もしねその日本人の男性で、はい、仮にね、まあ、ベトナム人の女性とお付き合いされる男性がいて、うん、その待ち合わせになかなかベトナム人のその恋人なりが来なくてね、はい、ちょっと怒ってしまうとかあるかもしれないんですけども、はい、まあ、ちょっとねたまにはですよ、多めに見るのもいいかもしれないですよね。はい、ね、で私たちの場合はそういうなんか待ち合わせってなかったですよね。なんか私がベトナムにいて、うん、でなんかホテルとかに泊まっていて、はい、ママは違うところにいて、じゃあ今日どこどこで待ち合わせしましょう、何時に、はい、っていうのなかったですもんね。そうですね。もういきなり私会いに行ってみたいな感じで、うん、でママがそのベンチに実家連れてかれてみたいな違ましたねっていう感じだったんで、そのママがね時間に正確なのか正確じゃないのか、遅刻する人間なのか全く分かんないんですよ、うん、実際どうなんですか？ママは時間は結構遅れるタイプですか？うん、私は結構遅刻時もあるですね、うん、あ、そう、はい、で私はそういうの一切見てないから、だってどっか出かけるとかさ、買い物行くって言っても、私はほらママに「早く準備しろ」とか言わないでしょ、うん、早く「にゃんにゃん」って言わないでしょにゃんって言わなかったね。言わないでしょ。言わないし、むしろママが用意してる時、私ハンモックで寝そべって、なんか逆にあなた早く用意しなさいよって怒られる時あるもんね。そうですね、あなた一応遅いですよだってね、何でもそうなんですけど、そのせかしても仕方ないって思うタイプなんですよ、うん、だからせっかちじゃないですけど、もう早くね、もうささっと行くんだからもう早く準備しろよってなるんですけど、うん、そうやってせかされると、せかされた側って何か重要なこととか、あれ忘れたこれ忘れたとかなるんですよ。あ、そうで、それでまあ一緒に行った後に「ああもうあなたがねせかしたから財布持ってくるの忘れたじゃない」とかね例えば銀行のカードを持ってくるの忘れたじゃないってなって、揉め事のねきっかけになるんだったら、そうせかさないでさ、のんびりねハンモックにゆらゆら揺れて、私違うことやって待ってますよってタイプなんで、私結構一人でいろいろやるの好きなタイプなんでね、平気なんですよ、ほっとかれても。そうでしょ。なんかだって私が一人でなんかハンモックゆらゆら揺れながら休憩してる時、ママはちょっとおばあちゃんのとこ行ってくるね、バイバイいなくなりますもんね、はい、でもそれでも私はもう、あ、そうみたいな感じでなんか黙々となんか違うことやってるんですよ、いろいろ、やってますからね。はい、ということでね、今回は遅刻をテーマに、ね、お話ししてみました。